ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。バーの上に弾き出す。コーナーとなります。コーナーからエリア内へ。このボールは相手にクリアされました。ウィルキン、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。ヘッドでつなぎます。打ってきた。ポールセン、危険な位置です。緊張感が増してきます。パスコースにはディフェンスがいます。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。相手に渡ウィルキン、大きくクリアできていません。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。ボールが中盤でカットされました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。このパスはダメでした。通りません。ヘッドを使います。ウィルキン、スローインです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ポールセン、うまく読んだインターセプト。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。いい形でゴール前まで持ってきました。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。これはスローインになります。ウィルキン、クロスがディフェンダーに当たりました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ボールの動きが激しい。ポールセン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ウィルキン、ポールセン、ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。中央へのボールはクリアされました。コーナーキックで続きます。リプレイをご覧ください。ディフェンスは助かりましたね。イブラヒモビッチ、見事に止めました。スーパーセーブです。コーナーキックはやり直しです。中に入れた。バーに当たる。クリアしきれません。ポールセン、横へ展開をします。クロスが入りました。スローインからゲームは再開です。ポールセン、さあ、スタジアムのテンションが上がります。
前方が開けていないか。ポールセン、これは止められます。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。いい形でゴール前まで持ってきました。後半戦キックオフ。守備への切り替えが早い。ここで止めます。いいカットです。ボールを奪いました。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。ボールがこぼれました。タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ボールを取ってサイドから中央を見る。打った、ゴール、ゴール。引き分け以上で降格を避けられる試合で貴重なゴールが決まりました。これで余裕が生まれそうですね。素晴らしいボールがネットに突き刺さりました。綺麗にカーブがかかっていましたね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。イブラヒモビッチ、ボールを運びゴールに襲いかかります。サポートの選手も寄ってきた。横に振ります。さあコーナーからのチャンスです。中に入れた。ここはクリアされました。ボールはヘディングでラインを割りました。真ん中にクロスを上げた。いいボールでしたがここはクリア。ボールを失った。ポールセン、イブラヒモビッチ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールがこぼれました。これは味方に通らないか。素晴らしいパス。ボールを取りました。さてどうする。シュートは入るか。ここはコーナーキック。決まればリードがさらに広がります。ショートコーナー、最高のボールが出た。来た、ゴール決まった。残留を大きく引き寄せる1点が生まれました。引き分け以上で残留ですが、選手たちは果敢に勝ちに来ていますね。やはり近い距離からですとゴールの確率がぐっと上がりますね。予測も良かったですね。うまくディフェンダーを外しました。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。ここで網にかかる。ポールセン、ウィルキーン。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを失いました。ポールセン、ディフェンスが冷静に対応。むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。このパスは簡単にカットされました。
いい素晴らしいスルーパス。ちょっと強すぎたか。いいクロスだ。ここはしっかりクリアされました。ボールは戻されます。次々にパスをつなぎます。リードしていますから焦る必要はありません。ボールを運ぶ。このプレーはフリーキック。このボールは相手にクリアされました。これは見事に奪いました。サイドへのパス。危険な位置です。緊張感が増してきます。ポールセン。ここはドリブルで前に出ます。これは止められます。打てる。シュートだ。ゴール。まだ諦めていません。これで1点差ですね。終盤ですが同点も見えてきましたよ。試合時間は残りわずかですが、ホームのサポーターは全く諦めていませんね。チームの力を信じています。ここは期待に応えて同点に追いつかないといけません。さあスタジアムのテンションが上がります。パスがまた成功。しっかりつなぎますね。テクニックとポジショニングがしっかりしているんだと思います。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。あそこは見ておきたいですね。素晴らしいヘディング。今日はちょっとキーパーの調子がおかしいですね。ポールセン。鋭い読みでカット。スペースを見る。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。イブラヒモビッチ。笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。2人のキーパーからの大声での指示が緊張感を表しています。試合を左右するコーナーになるでしょう。ゴール前に入れた。この攻撃はここまでのようです。ボールがタッチを割ってスローインです。歓喜の瞬間が近づいています。この点差を考えると残留決定は間違いなさそうです。守りに徹することなく攻めたのがこの結果につながりました。あと審判の